行きます。休憩について。確かに休憩は取ったけどさ、その休憩は何時に取ったんですか？確か2時30分から15分だったと思うけど。2時30分、事件が起こった時間だ。第一スタジオでイブグラさんを殺害して戻ってくる。時間的にはなんとか可能だな。たった15分だよ、15分。第一スタジオで殺人なんてできるわけないだろ。その15分は何をしていたんです？骨付きステーキを食べていたに決まってるだろ。確かコテージのテーブルには皿は2枚ありましたけど。ああ、もう一皿は姫神さんが食べたんだ。姫神？あのプロデューサーか。骨付きステーキを15分で食べるとはなかなか早い。第一スタジオで殺人なんてできるわけないだろう。わら。どうしてですか？もう意味のない尋問はたくさんだ。裁判長、これまでの証言で明らかな通り、コテージにいた人間は今回の事件には関係ない。なぜなら、第一スタジオに行くのは無理だったからだ。何？それとも弁護人は、コテージにいた人間が殺人現場に行ったというつもりか？どうですか、弁護人。なるほど君、ここは大事なポイントよ。よく考えてね。コテージの人間が第一スタジオに行ったと主張しますか？それは無理だと思う。ここで認めたくはないけど、無理だと分かっていることを主張するわけにもいかない。確かにコテージの人間がスタジオに行くのは不可能です。いつものように考えもなく突っかかってくるかと思えば、なかなか物分かりがいいな。どういうことですか、三剣検事。簡単なこと。確かに被害者が死んだ時間、コテージは休憩に入っていた。しかし、スタジオへ通じる道は塞がっていたのだ。サルマゲ君の首によって、強風によって首が折れたのは2時15分だった。つまり、2時30分に休憩をとっても、あの道は通れなかったわけだ。サルマゲ君の首があったのだから。本当はサルマゲドンなんだけど、それにツッコミを入れる気にもなれないな。以上をもって、この証人に対する質問は終了する。終わっちまったよ。では私の意見を申し上げましょう。その前に私が気になったのは、監督が内股だったことである。事件当日、第二スタジオのコテージに数名の人間がいた。しかし彼らは第一スタジオに行けなかったわけだから、この事件に関係ないことは明らかです。またこの殿様の写真ですが、体格から考えて被告人以外の人間は着ることはできない。あとはこの殿様が犯人であるという、その決定的な証拠があればそれで決まるのですが。裁判長、当然検察側は用意している決定的な証人を。三剣検事、決定的な証人とはどういう？彼は
殿様が被害者を殺害した瞬間を目撃している。キューター、静粛に静粛に。わかりました。10分間の休憩を挟んでその証人に話を聞きましょう。それでは休憩に入ります。10月19日午前11時4分、地方裁判所、被告人第一控室。千尋さん、どうしましょう。コテージの人間は事件には無関係ってことに。ごめんね、なるほど君。どうやら私の見込み違いだったみたいね。そんな千尋さんが諦めちゃったら僕はもう。勘違いしないで。私は今まで諦めたことなんて一度もないわ。今の尋問で明らかになったのはただ一つよ。コテージにいた人間は第一スタジオには行けなかった。私そこに何か秘密があると思っていたんだけど、そうじゃなかった。それだけのことよ。あの、僕どうなっちゃうんでしょう。なんだかもう法廷中の人たちがお前がやったんだってそう言ってるような気がして。大丈夫です。あなたが無実ならば私たちは必ずそれを証明します。私たちに任せて堂々としていてください。殿様なんですから、あなたは。恐縮です。さあ、なるほどくん頑張らないとね。殿様が大好きな子供たちのためにも。10月19日午前11時15分、地方裁判所第四法廷。そこでニボスさんがはいっていうのかと思ったら、恐縮です では審理を再開しましょう。検察側としてはまだ幼く痛い気な小学生を殺人事件の証人として呼んだ上、そこの弁護人に意地の悪い質問をさせたくはない。好きなこと言いやがって。しかしこうなっては致し方ない。証人として大滝九太少年を入廷させていただこう。見えてない裁判長、とりあえず証人に何か台を。そうですね。係官、みかん箱を。みかん箱で。では証人、名前と学年を。証人。なんだよ、大人だから威張るだよな。ダメよ、キュータ君。ちゃんと質問には答えるの。あ、お姉ちゃん。僕、大竹キュータ。小学2年生です。先が思いやられるな。三剣賢治。相手は子供なんですから、もっとこう、優しくするように。証人、いや、キュータ君。なんか痛々しいな。君は、その、事件のあった日、A と撮影所に行ったね。行っちゃ悪いぞ。その時見たことを、その、我々に聞かせてほしいな。おじさんと
そこの偉そうなヒゲのおじいさんに。お兄さんだ。ヒゲのおじさんです。やれやれ。ところで、校庭内はカメラの持ち込みは禁止されているはずですが。カメラがダメなら証言しないと言われてしまったもので、特別に許可していただきたい。子供と取引して、しかも負けるなよ。このカメラ、こないだ買ってもらったばっかりなんだぜ。まだちょっと使い方よくわかんないんだけどさ、最近はどこかへ行くときは絶対持っていくんだぜ。なるほどくん、あのカメラ微妙に気になるわ。ちょっと法廷記録にファイルを作った方がいいわね。証拠品、キュータのデジタルカメラのデータを法廷記録にファイルした。キュータのデジタルカメラ、買ったばかりでうまく使えない。必ず持ち歩いているという。これはかなりフラグ立ちましたね。言わないでおこう。うん。頭の一文字だけいくと、二つ思い浮かぶところがあって、じとど、二つ。では、キュータ君。事件のあった日、見たことを証言してもらいましょう。証言開始。事件があった日のこと。俺、一度殿様のリハーサルが見たくてさ、インターネットで地図を見て、あの日撮影所に行ったんだ。警備員のおばちゃんに見つからないように道の外の林を通って、俺とにかくスタジオに行こうとしたんだ。途中30分ぐらい道に迷っちゃったんだけど、スタジオのところに出たら殿様がいたんだ。俺嬉しくて、見てたら悪人が出てきてさ、殿様はもちろんその悪人を倒したよ。もしカメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。結局スタジオには入れなくて、その日は帰ったんだ。あれ？では弁護人、尋問をお願いしますが、相手は少年です。優しくするように、そんな必要ないような気がするけど。尋問開始。俺一度殿様のリハーサルが見たくてさ。そんなに殿様が好きなんだ。当たり前だろ。俺テレビは全部ビデオに録画してるし、デパートのショーも絶対に行くんだ。大したもんだね。遊園地とかにも行くの？当たり前だろ。俺のお父さん付き合いがいいんだから。お父さんか、大変な職業だよな。インターネットで地図を見て、あの日撮影所に行ったんだ。スタジオに行ったのはあの日が初めてだったの？実は何回か行ったことがあるんだけどさ、まだリハーサルの日に当たったことがないんだよ。警備員のおばさんはうるさいしさ。ほほう、では続きを。言われなくても話してやるよ。人の話の腰折るだよな。警備員のおばちゃんに見つからないように道の外の林を通って。道の外の林？うん、あの撮影所、山を切り開いて作っただろ。だからちょっと道を外れるともう林になってるんだよ。なるほどね。それでさ、俺とにかくスタジオに行こうとしたんだ。スタジオに行く途中、何か変わったことはなかった？変わったこと？例えばこんな猿は見た？ああ、サルマゲドンね。そいつは見たけど、首は折れてなかったよ。スタジオにはすぐ行けたのかな？途中30分ぐらい道に迷っちゃったんだけど、
まあ間違った、はい、すいません、ちょっと間違えまして、戻ってここからやりたいと思います。途中30分ぐらい道に迷っちゃったんだけど。林の中で迷ったの？そうだよ、もうどこに向かって歩いてんのか分かんなくて。スタジオの青い扉が見えた時はほんと嬉しかったよ。それでさ、スタジオのところに出たら殿様がいたんだ。殿様が？うん、スタジオの門のところにいたんだ。ちょっと門のところで何か考えていたみたいだけど、そのうち門を開けて中に入っていったんだよ。それから？俺嬉しくて、見てたら悪人が出てきてさ。悪人ってどんなやつだった？人間だったよ。背が高くて痩せたやつ。男？女？わかんない、遠かったし。なんだよ、はっきりしないな。殿様はもちろんその悪人を倒したよ。その悪人はどうなった？動かなくなっちゃった。死んだみたいにピクリとも。さすがプロのアクションスターだよね。そうだね。もしカメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。もしカメラを持っていれば？なんだ、カメラなかったの？そうだよ。俺だっていつもカメラ持っているわけじゃないさ。それを見て怖くなって家に帰ったわけか。なるほどくん、相手は少年よ。あまりきつく言わずに、でも容赦しちゃダメよ。そんな無茶な。本当だよ、千尋さん。俺一度殿様のリハーサルが見たくてさ。ということで戻ってしまいました。ちょっと見ますね。何かを突きつけなきゃいけないんだよね。カメラのところに行きましょうか。カメラは、ま、必ず持っていたって言ってたから、それなのに持ってなかったって言ったので、そこの食い違いがちょっと気になりますね。殿様がいたんだ。あの殿様の写真いきますね。ちょっと足を引きずってないって言ってた、足を引きずっているのを見てはいなさそうだ。この証拠品は今の証言の矛盾をはっきり示しています。突きつけるってそういう意味だった。裁判所ではその証拠品と今の発言がどう関係するのですかな。しませんかね、やっぱり。全然しませんね。弁護人、もっとちゃんと考えてから発言するように。裁判長の心象が悪くなったみたいだ。ごめんなさい、何パートって言うんだろう、探索パートと同じ気持ちで突きつけるをやってしまいました。カメラね、カメラ。キュータ君、今の話ちょっとおかしいな。君、さっきはいつでもデジカメは持ち歩くってはっきりそう言ってたじゃない。え？ダメだよ、嘘ついちゃ。弁護人、ちょっといいですかな。しまった、きつく言いすぎたか。何ですか、
デジカメって。デジタルカメラのことです。最近流行っているカメラの一種です。説明のしようがない。なるほど。とにかく、キュータ君。君が撮影所に行くとしたら、カメラを忘れるはずがない。持っていたんだろう？弁護人、少年を脅すとは見下げ果てた男だな。少年だろうが検事だろうが嘘は良くない。なんでそこに検事が出てくるのだ。どうなのかな、キュータ君。 なんだよ。わあ、確かにカメラは持ってたよ。それが何だってんだよ。じゃあそのカメラは使わなかったのかな。使うわけないよ。俺夢中で見てたから。ではその見ていたことを証言してもらいましょうか。証言開始。見ていたことについて。確かにカメラは持ってたけど、もう一瞬も目が離せなかったんだ。殿様に悪人が襲いかかってさ、そして悪人は動かなくなったんだ。強いよな、やっぱり殿様は。あれ、もう終わりですか。随分あっさりした証言でしたね。では尋問を。尋問開始。見ていたことについて。確かにカメラは持ってたけど。じゃあなんで使わなかったのかな。これからそれを言おうとしている。落ち着いて聞きたまえ。殿様のアクションってすごくかっこいいからさ、もう一瞬も目が離せなかったんだ。じゃあ殿様が戦ってるのをずっと見ていたんだ。そりゃそうさ。目を離さなかったんだね。うん。じゃあ聞かせてくれるかな、殿様の戦いのこと。いいぜ。殿様に悪人が襲いかかってさ。悪人の方から襲いかかったんだね。そうだよ。どんなやつだった、その悪人って。さっき言わなかったっけ。人間だよ、人間。どんな格好をしていた？よく覚えてないや。俺、殿様しか見てなかったから。なるほど。それでどうなったかな？そして、悪人は動かなくなったんだ。どうして？何がどうしてなんだよ。悪人はどうして動かなくなったのかな。そりゃ殿様がやっつけたからだよ。だからどうやってやっつけたのかな。どうやってって。殿様キックに殿様パッチ、殿様チョップに殿様ビンタ、そんな感じかな。どうもこの辺りがすっきりしないんだよな。なんだよその目は。どうしよう。もっと揺さびってみる。キュータ君。なんだよ。君は最初にこう言ったね。殿様から一瞬も目を離せなかったって。それが何だってんだよ。なのになぜ一番肝心な部分を見ていないんだい。
少年はきちんと証言を。きちんと証言していないことはあなたにも分かっているでしょう。殺人犯は普通、殿様ビンタはしない。つまり、キュータ君は殿様の戦いの一番重要なところ、敵にとどめを刺すところを見ていないのです。静粛に、静粛に弁護人。しかしそれは大変おかしなことです。その理由をあなたは説明できますか。それはその、なるほど君、あなたは今とてもいい線を言っているわ。なぜキュータ君は戦いのクライマックスを見ていないか、その理由もわかるはずよ、あなたなら。弁護人、答えてもらいましょう。殿様の大ファンである少年がなぜ戦いのクライマックスを見ていなかったのですか。